家があったらいいだろうな。ただいまっていう。じゃあ私がお帰りって言ってあげるよ。今まで誰にも言ったことがないんだ。怖かった。君が去ってしまうかもしれないから、好きな職に就かせたいな。辛い思いをしないで元気に育ってほしい。引っ越そうと思うんだ。どちらでも選べるように。狼ってどうしていつも悪者なの？狼やったんだ。やったのは狼だ。雨雪も雨も自分の道を歩き始めてる。みんなに嫌われて最後には殺される。雨ごめんなさい。ごめんなさい。だったら僕狼は嫌だ。もう山に行っちゃダメ。子供なの。今まで先生がしてきたことの代わりは誰かがしなきゃならない。